どうも、なんだか中古男です。今回はですね、アリエクスプレスというサイトで中国製の切削工具を大量に購入してみましたので、これらの工具が使えるのか、使えるとしてもどれくらいのレベルで使えるのかっていうのをレビューしてみたいと思います。はい、ではですね、各工具の種類というか用途と、値段について、説明したいと思います。で、アリエクスプレスで買ったって最初に言っちゃったんですけど、実はね、このスリーブと、スリーブとこのホルダーについては、つくろうものづくり支援ベースさんっていう、僕が卓上旋盤買ったところから登録者5万人記念だったかなで、プレゼントしていただいたものです。なので、こちらの商品についてはアリエクスプレスで購入したものではありません。で、次これ何リーマ、はい、リーマですね。これハンドリーマじゃなくて、機械で使う用のリーマで、エンドミルシャンクのものです。これハイスですね、材質は。でこれがね、激安です。アリエクスプレスでいくと、これセットね、2パイから10パイまでの9本セットのリーマが、ハイスのリーマが、日本円で、1600円。やばいっすよね、1600円。もう1本あたりで割ってもね、すごいですよ、数百円レベル。まあね、もうパッと見刃がね、欠けてるとことかね、ちょっと傷ついてるみたいなとこあるんで、本当にH7 が出せるかっていうと、怪しいかもしれないですけど、一応激安工具で、使えないことは、ないと思うんで、今回ちょっと使ってみたいと思います。で、次はこちら、これね、今回の目玉ですよね、僕が一番気になってるやつで、スローアウェイドリルと呼ばれるものですね。超高のチップが付けれて、刃先をね、チップ交換式になってます。なので、刃が傷んでもすぐ交換できるっていう、メリットがあったり、ただこれが、エンドミルシャンクというかね、普通のシャンクタイプになってるんで、普通には付けられない、本付けはできないんですけど、こういった、スリーブにかませて、このツールポスト、ツールホルダーに付けると使えるようになるって言いますね。ここはね、テーパーになってると信用次第に付けられるんですけど、そういうの多分ないんで、マシニングとか、NC 旋盤で使うタイプのものです。これが、卓上機とか汎用旋盤でも使えるよっていうやつですね。はい、これ、チップとね、バラ売りになってます。ホルダーとチップが別売り、値段がこれ、まあしますよこれ。チップだけで1箱2500円、安いけどね、普通の日本製とか有名メーカーの海外のやつとかだったら1チップ1000円とか普通にするんで、これで10個入りだから1万円とか、普通に1万超えしますけど、これで2500円くらい、サイズいろいろあるんですけど、大体2500円ですね。でホルダーが、今回19パイ24パイ29パイっていう、もう卓上機じゃ絶対無理やろっていうのもあえて、買ってみました。約30杯の、スローアウェイドリルですね。各これが19杯が1900円、もう激安、普通の日本製買ったら、数万円とかするやつですね。でこっちの、24杯が2500円、で30杯が3000円、あ、29杯が3000円、だからパイでも値段が出てる感じですね。19パイだったら1900円、だから50パイだったら5000円なのかな、わかんないですけど、そんな感じの、値段がの感じがしました。はい、激安、もうすごい、ありえないですね。はい、であと最後これ、これね、あんまり似たことない形じゃないですかね。これはザグリエンドミルと呼ばれるもので、これもね、激安でした。7個セットですね。で2600円、いろんなサイズ、7本セットがあって2600円です。もう考えられないですね。あ、ちなみに材質はハイス、超高ってね、箱に書いてあるけど、これハイスなんで、これ、騙されないように注意してください。パッと見はね、普通に使えそうだけど、結構トルクがね、しんどいかなっていう気はしますね。はい、ザグリエンドミルなんで、六角穴付きボルトとかの座繰りをするとかに、使うやつですね。せっかくなんで工具の外観もアップで撮ってきます。で、このままだとポン付けできなかったので、
ここは CNC フライスで結構削り落としてます。だいたい6ミリぐらい削りましたかね。はい、これはもう専用じゃないんでこういった追加工が必要となる場合が多いです。箱には超高ってね書いてあるんです。超高って、でも実際は排数で、ここのね刻印もね HSS って排数になってるんで、まあ本当に超高じゃないということですね。排数の条件で確保しましょうと。で今回僕が一番気になっているスローアウェイドリルですね。ちょっと片側チップ外してみたんですけど、座面も結構綺麗に削ってあって、まあ、全然使えそうな感じがしてます。で内刃と外刃でチップが兼用っていうのもなんかいいですよね。これですね、これのメーカー名、はい、カカロットカカロットってね、もうあれですよね絶対、はい、カカロットです。すごいね、期待できますよ。はい、というわけでこちらの、丸棒 SS400 かなんかの丸棒に、7.5π の、下穴を通してから、8の H7 の、激安リーマを通して内径を仕上げてみたいと思います。内径の測定は、マイクロメーターと、あとねピンゲージとして、まあ、エンドミルを使って、穴の確認をしてみたいと思います。なんか感触はめちゃくちゃ良かったけど、ではまず面相度から見ていきます。まあ、せっかくね精度よくできてたとしても面相度悪いと全然ダメなんで、あ結構綺麗じゃない？うん、綺麗綺麗、ドリルよりも全然綺麗ですね。おすごい、ちゃんとリーマだ。はい、次はこのピンというか、まあ、エンドミルシャンクの、まあ、工具ですね、こちらを入れてみたいと思います。まあ、エンドミルシャンクなんでマイナスコーサーですね、 7.992 くらいでできています。まあ、これはね H7 で加工できてるとガバガバ、まあ、数に入るぐらいかな。ガバガバだとちょっとまずいですね。まあ、普通に入るけどちょっとガタガタする感じですね。H7 ではできてなさそうな気がします。ああ全然ダメだね全然ダメじゃん、 8.1 ぐらいなんだけどH7 だったらね、8だと100分の2プラスぐらいじゃないとダメなんですけど、コンマ1プラス、うん、これはダメだわ。8π のリーマが微妙だったんで、6π のねリーマで試そうかなと思ってたんですけど、旋盤が壊れました。はい、というわけであれから2週間ほど経ちまして、なんとかこちらの卓上旋盤無事治りました。いやーよかった。ですね、この旋盤を買った作ろうものづくり支援ベースさん の担当者の方に、まあ、こういう症状なんですよみたいなことを伝えたら、アドバイスをいただきまして、まあ、その通りにね、まあ、原因を探っていったら、まあ、無事治ったって感じですね。で、まあ、壊れた原因なんですけど、ここに、大きなモーターがついてまして、これがブラシモーターなんですね。でそのブラシが、2個入ってるんですけど、そのうちの片側の、これはね、この機械のブラシじゃないんですけど、カーボンブラシじゃないんですけど、まあ、別のやつでここね、ちょっとね、見にくいな、バネがね入ってて、ここにカーボンのなんか端子がね、ある。でこれが電気を内容してモーターを回すっていう仕組みなんですけど、このバネが、なんか断線してて、うまくそのモーターの整流子っていうんですね、その回るなんかそのやつにうまく当たってなかった、バネがなかった、壊れてたんで、でうまく押せてないがゆえにモーターが回らないっていう症状でした。だからその電源は入るけどモーターが回らないっていうのはまさにモーター側の不具合っていうことですね。はい、まあ、とりあえず無事に治ってよかったです。モズグリーシェンデスさん、ありがとうございました。ちゃんとしたお店で買うとこうやってサポートしていただけるんで、皆さんも機械買うときはちゃんとしたお店で買った方がいいかなと思います。では、気を取り直して、リーマの続き、6π のリーマの、加工を今からやってみたいと思います。はい、ではピンを通してみます。はい、まあ通りますけどすごいねガタガタですね。ちょっと一応径を測ってみます。
6.15 コンマ15ですね。はい、全然ダメです、ちょっとねなんかリーマ本体が怪しいで、ちょっとリーマを計測してみたいと思います。今ですねチャックにリーマを掴んでフレを測定しています。はい、ここが今100分の1プラスで、次の歯が0ぐらいで、ここが100分の2プラスで、ここら辺100分の5プラスなんですね。もうこの時点で100分の5を振っちゃってるんで、それは H7 出ないですよね。はい、この辺7とかまでいきますね、こんな感じですね。全然、精度が出てないということが判明いたしました。まあ、激安工具なんでね、まあ、こんなもんなんでしょう。はい、次はですねこちらのザグリエンドミルを試していきたいと思います。ここが、ちょうどねエンドミルシャンクになってて精度がちゃんと出てたので、こちらの、何ツールアーバー、これも同時に使っていこうと思います。これはい、このアーバーに、これをねかませて、これ加えて、それをここで加えて使うという感じですね。でかっ。いきます。はい、今ですね M8 の六角穴付きボルトのザグリ加工を行ってみました。まあ、下穴ね当然開けておく必要はあるんですけど、まあ、寸法的には非常にいい感じですね。まあ、きつすぎず緩すぎずみたいな感じで、まあ、ちょうどボルトの頭が隠れるような、いい加工ができていると思います。加工の様子なんですけど、まあ、4枚刃あるにもかかわらず、なんかなぜか2枚しか当たってないような印象を受けました。多分ねあの刃の高さが合ってないとかそういうのがあると思うんで、まあ、今後、まあ、ちょっと摩耗してきたりすると、まあ、4枚全部当たったりするんじゃないかなと思います。で、次はですね、まあ、ちょっとちっちゃい M5 用の、ザグリエンドミルも使ってみたいと思います。で、まあ、これ同じようにここにつけて加工するんですけど、このツールホルダー、ツールポストっていうのかな、ツールホルダーを使う時のメリットっていうのが、一つありまして、まあ、こんな感じでワンタッチで交換できるっていうのは、もちろんなんですけど、実はこれ送りがかけれるようになるんですよね。普通のドリル加工とか、まあ、ザグリ加工になると、このドリルチャックに、まあ、そういう工具をつけて信用次第でこうぐる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 回しながら加工しないといけないんですけど、このツールホルダーは刃物台に直接ついているので、旋盤のね Z の送りをかけることができます。まあ、自動送りですね。なんで、まあ、ちょっと大きい工具をこれでやるのはちょっとね酷なんですけど、まあ、小型の工具なら全然問題なく加工できると思うんで、テストとして一回やってみたいと思います。大変長らくお待たせいたしました。スローアウェイドリル、カカロットで穴開けテストを行いたいと思います。僕が買ったのは19パイと24パイと、そしてここについている29パイになっています。で、今からはこの29パイで鉄に穴開けテストを行います。で、すでに19パイでは加工テストしまして、まあこんな感じで、まあ普通にね穴を開けることができています。あの送りはね絶対かけられないんですけど、まあ、手送りで、まあ、ゆっくり開けていければ、まあ、問題なく開くっていう感じでした。まあ、かなりの、ね、トルクがかかるんで、まあ、あのモーターが、ね、止められる可能性もあるんで、まあ、十分に注意しながら加工する必要があります。
で、このね 29π で穴開けができるとマジですごいんですよ。でなんでかっていうと、あの卓上旋盤、まあ、これって穴開けの方法がドリルチャックか、あのモールステーパードリルしかないですよね。あのこういうタイプのやつで、モールステーパーが2番なんですよ、この信用次第なんで。大きいドリルがそもそも取り付けられないんですよ。マックスで多分20とかなのかな、あの規格が1段上がっちゃうんですよね。このドリル系が大きくなるとモールステーパー3番とかだんだん大きくなっちゃって、そもそもここに取り付かなくなってしまいます。なのでこの 29π っていうサイズはこの旋盤で開けれるサイズじゃないんですよ、基本的に。その取り付かないんで。でも今回は、まあ無理やり取り付けてみて、本当に開くかどうかっていうテストを行います。マジでこれ開いたら本当にすごいです。まあ鉄はね多分本当ギリギリだと思うんですけど、アルミとかはまあいけるはずなんで、これはね非常に、卓上旋盤をお持ちの方は、参考になるんじゃないかなと思います。真ん中がね削れてないんで。ちょっとこのこう奥行きというか、X 軸のねあれが合ってないですね。これで今 29π ぐらいになったんで、今こっから送ればいけるんじゃないかな。止まった。はい、やっぱりですね加工の負荷が高すぎてモーターの回転を止められてしまって、まあ、結果的にヒューズが飛んだっていう感じですね。まあさすがに鉄に 29π の穴開けはちょっと厳しいということで、次はアルミを用意してみました。まあ、アルミならね多分開いてくれるんじゃないかなと思います。いきます。なんかね気持ち悪いですね。開くんですけど、なんていうのかな、なんかガガって入っちゃうんですよね。なんかすごい嫌な音っすね。いや一応開くけどこれ怖いな。まあまあまあちょっとこんなもんにしときましょうか。一応芯もだんだんなくなってきたんで、あのこっちのねやっぱ調整するのは結構難しいな、 X の。いや怖。はい、というわけで加工のテストが完了しました。まあ、全部が全部ねやったわけではないんですけど、まあ、一通り、ざっと加工のテストは行ったので、まあ、これくらいにしたいと思います。で、まあ、最後に各工具の感想を言って、この動画を終わりにしたいと思います。まずこの、作ろうものづくり支援ベースさんから、いただいたこのツールホルダーとスリーブですね。これね非常に良、かったです。まあ、ざっとね、まあ、パッと見
なんかバリが残ってたりとか品質が微妙なところもあったんですけど、まあ、精度が必要なところはしっかり出てて、まあ、ちゃんと外形というかね、あの研磨されてて、研磨面、切削面じゃなくて研磨面で、仕上がっていたので、非常に、いいなと思いました。全然使えます。めちゃくちゃ使えます。で、まあ、これもね国産じゃなくて、当然海外製のものなんで、まあ、今回一緒にレビューしましたけど、これはズバ抜けて品質が良かったですね。多分そういうのを選んで輸入されてるから、まあ、ちょっと、まあ、いいものなんじゃないかなと思います。で、これリーマ、はい、これ使えないですはい、これ使えない、まあね、動画でもご説明したんですけど、芯が全然出てないんで、これね H7 って書いてるけど、まあ、全然 H7 で加工はできませんでした。で、まあ、H7 って書いてるのね、改めて思ったんですけど、これ軸の部分がね H7 って言ってるじゃねって思ってますあの加工した穴が H7 になるんじゃなくて、この今のシャフトの部分が H7 だよっていう、アピールなんじゃないかなと思います。なのでこちらの製品ね、まあ、国産の10分の1ぐらいの値段のものですけど、まあ買わない方がいいんじゃないかなと思います。まあ、当たり外れもね当然あるとは思うんですけど、あまりおすすめはできない商品かなと思いました。で、次こちら、ザグリエンドミルですね。まあ、これもスリーブちょっとつけっぱにしてますけど、非常に良かったです。あのこれ錆びてるんですけど、もうすでにあのこれあの僕が触って錆びてるだけなんで、触ったやつ全部錆びちゃうっていう特性があって、今もうすでに錆びちゃったっていうだけですね。はい、で錆びは出てるんですけど、全然使えました。あの刃がねちょっと微妙な、見たことないなんか変な形してて、なんか怪しい気はしてたんですけど、まあ、一応この変なところなんか丸いところがガイドになって、まあ、下穴はね開けておく必要があるんですけど、まあ、全然その後に入れる分には、特にすごい抵抗があるとか、なんか全然切れないとか、そういうわけでもなく、まあ、普通にザクザク削れましたね。はい。ただ、まあ、4枚バールうちの4枚は当たってないっていうのは間違いないです。カカロット。カカロットね、あの、正直、名前と、写真と、値段を見て、多分、ダメじゃねって思ってたんですけど、これめっちゃ良かったです。めっちゃ良かって、何がダメかっていうと、機械が、あのこのこれを加工する合成じゃないっていうことが、まあ、改めて分かったっていうですね、まあ、これ自体このカカロット自体はめちゃくちゃあの品質すごいいいです。多分この中で一番まともじゃないかな。すごいね、あのチップが取り付くとこの座面とかも綺麗に加工してあって、あのガタとかも一切なかったんで、これはねマジでちゃんと合成が伴った、機械であれば全然問題なく使えると思います。なんで、まあ、卓上旋盤ではなく普通旋盤で使うのがいいのかなと思います。まあ、一応ね鉄に19パイが開けれたりとか、まあ、最後ちょっと怪しかったんですけど、アルミに29パイは開けれたんで、まあ、開けようと思えば開くけど、かなり機械にあのダメージというか負荷がねかかるんで、本当に気をつけないと機械壊しちゃうっていう感じでしたね。まあ、このチップもアルミ用じゃないんで、まあ、汎用的なやつなんで、まあ、正直この粘いアルミっていうのは結構厳しかったんですけど、まあまあまあ加工はできる。でこれの何がいいかって、このザグリエンドミルにも共通するんですけど、あの内径バイトしんどいんですよね。このザグリ加工とかこういう止まり穴の加工、こうね貫通じゃなくて止まり穴の加工って結構あのバイトでやるのしんどいんですけど、こうやってあのフラットのねドリルとかでいけると非常に楽になるんで、まあこれはともかくこれかこれ、まあ、せめてこっちなら全然いけるんで、19パイぐらいを1本持っておいても、まあ、全然いいんじゃないかなと思います。まあ、本当に加工するときは気をつけないといけないですけど、まあ、普通に使えますね。はい、というわけで、こんな感じでした。まあ、今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。まあ、Twitter とかインスタとかなんやかんやいろいろやってますし、サブチャンネル、セカンドチャンネルでは、まあ、3D プリンターをね、メインに今ちょっと結構、頑張っていろいろやったりやろうとしてたりしてますんで、そちらの方もぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。